絵を描くときにその最初の段階っていうのはもちろん頭の中でこう最終的な構図は出来上がってるんだけども、それを再現してもまつまらないわけですよね。もうできてるものをそのパッとねその通り完成して予定調和みたいな感じではなくて、やっぱ僕の場合はあくまでもその職人的なインスピレーションだと思うんですけども、やっぱ作業をしてた上でそれが消化して出てくるっていう感じですね。いきます。その線描というのが昔からある技法なんですが、西洋の方でもハッチングっていう技法で線を一本一本縦に斜めに横に重ねていってトーンを出していく方、まあこれが僕のそうですね、絵を特徴づけてるっていえば特徴づけてる技法かもしれません。ふわっとこうその絵から語りかけてくるっていうのか、そういう降りてくることが割とよくありますね。だそれはね、やっぱりなぜ降りてくるかというと、やっぱり日々描いてるからなんですよ。日々描いてないのに突然降ってくるわけはなくて、やっぱりね精進してるっていうのかな。そうですね、最近ずっとこう思えばここ2、3年来は鶴をモチーフにして描いてきてるんですけども、で人間だとね割とこう表情があったり笑ったり泣いたりとか喜怒哀楽があるじゃないですか。でも鶴の場合それはあんまりこうない代わりに翼の表情とか足の表情とか目の表情とかでそれが出てくるっていうことは、人間とはもう全然違ったその奥行きの深さっていうのが面白い。瀬戸内の今治市の出身なんですが、生まれて物心ついて見た風景っていうのがもうすでに海だったり島だったりしたわけなんですよ。だから四国っていうのが大きな島であること自体も意識がない時に、もう原風景としてその島とか海とか見てますよね。だからそれがまあ直接こう僕のモチーフにして頻繁に出るかというとそうではないんですけども、でもやっぱりね絵を描いてて下の方にこうやっぱり島が欲しいなとかね、海が欲しいなとか、そういう瀬戸内のその島並みが欲しいなっていう時が割とあるんですよ。やっぱり潮の匂いと何だろうな、島に咲いてる島桜のイメージというのはやっぱり自分の何かこの辺に欲しいなっていう時に出てくる傾向がありますね。でその技法というのはそのボキャブラリーの数じゃないかと思うんですよ、大体において。だからそのボキャブラリーの数を増やすということはやっぱり技法を増やすということで、やっぱその基本的にそのベーシックなものに技法というものがないと絵はできないと思うんですよ。技法はやっぱり大事だと思ってます。よく筆を置く瞬間ということは人さまざまだろうと思うんだけど、僕は気持ちよくなった瞬間があるんで、気持ちよくなる瞬間があるんですよ。その時にやめます。これ以上やってもその気持ちよさはそんな持続しないなと分かった時に筆を置いて完成ということ。ふっとこう軽くなって自分の魂が抜けていくような感じ、それが一番近いかもしれない。その
縁に魂を預けてこれでいいんだなという瞬間ですよね。こういう絵でパリの人たちをびっくりさせたいなとか、コレクターをびっくりさせたいなというワクワク感はあるんですけども、そういうその日々のその何でしょうね、子供の遊びの連続みたいな感じで、日々ワクワクしててドキドキしてて、そのドキドキワクワク感が伝わってく、もっとこう素直に伝わってくればいいなという、それをその時に絵が初めてこう純化されたというか昇華された状態で出てくるような気がするので、あえて自分がこういうふうに10年後はこうあってこうありたいとかっていうんではなくて、やっぱある意味こうなんでしょうね、なせるがままというのか、そういう気持ちがありますね。はい。